お待ちかねのプラシード・ドミンゴです。名前が面白いですね。プラシードは静かなでしょ、スペイン語でね。ドミンゴは日曜日。静かな日曜日。なんか、生徒名前で静かな日曜日。ドイツ人が好きだ。うるさくしたりすると警察呼ばれちゃう。日本人の商社マンがお父さん、芝刈るから今日はなって土日に芝ブイーンって書いたらピーポーピーポー来て、はい、罰金ですって言われちゃう。さあ、プラシード・ドミンゴ。このプラシードじゃなくてプラシード。舌がちょっと出るんですね。セルベータ。プラシード。舌がちょっとこう、ペッて出ます。静かな日曜日。この人の存在を知ったのは私すごい早いですよ。ちょっと待ってくださいね。このレコードいつ買った？1972年。もっと前に買ってます。プラティード・ドミンゴは、この先生、星出さんという指揮者ですね。現在81か2歳だと思います。お元気でいらして、この方の話を聞く機会があったんです。僕、非常に若かったんですけど、彼はね、とってもハンサムで、お年を召したからこそ、でも柔和でハンサムでしょ。もうね、1969年ですからね、って何十年前ですか。とてもハンサムで、語り口も綺麗で、そこにいた女性たちはもう、この星出さんに魅了されていた感じですね。話はとっても良かったな。彼が、若い星出さんが、プラシッド・ドミンゴって歌手がいる。みんな、名前を覚えておいたらいい。絶対に有名になるからって話でした。彼はドイツで勉強したのかな。でも、イスラエルのオーパーで、実は、彼は一生懸命歌ってる。スペイン人がなぜイスラエルか分かりませんが、彼はバリトンだった。多分、ジョルジョ・ジェルモンでデビューだったか。リプロバンサーバーに、ね。でも、テノールになった。まあ、そういう人は結構います。同じような年で、ブッセートの、なんちったっけ。ブッセートのほら、なんちったっけ。忘れちゃった。ブッセートで有名な、シュラトンバって歌う人。忘れちゃった。あれ、ベルゴンツィ。カルロ・ベルゴンツィ。そうですね。カルロ・ベルゴンツィがジョジョ・ゼルモンデビューだったから、まあいいや。そういう人います。古くはラモン・ヴィナーイいますね。で、ラモン・ヴィナーイはオテロやった後、また、バリトンからテノールになってバリトンに戻りました。彼もそうですね。70歳ぐらいで、なんかここに見えてんな。バリトンに戻った。まあそれはありですね。日本人だとテノールで声が出なくなってまたバリトンに戻ったのかなんて変なこと言っちゃいけません。日本人でもそういう方いらっしゃいましたね。バリトンからテノールになって二人しててお一人の方はまたバリトンに戻ったかな。さて、そのイスラエル交響楽団のところでオペラで歌っているので、実は砂原美智子さんというソプラノがいました。草分けですね。まあ、三浦玉木さんとかそういうもっと昔の人はともかく、この近代戦後の、日本のオペラの中では砂原美智子さんという女性が海外で歌ったのの初だと僕は思います。調べてない、ごめんなさい。他にもいらっしゃるかもしれませんけど、名がとどろいていた方は砂原美智子さん、それから東敦子さん聞きました。この二人について話をした方がいいかもしれないですね。それから林康子さんなどこはありますが、砂原美智子さんとこう歌ってて、彼はとにかく疲れないんだよ、強靭な喉を持っているか発声がいいんだねということを、星出先生がもうね、本当に綺麗なね、自分の感動したという爽やかな感じでね、喋られたんですよ。覚えてますね。私本当に幼かったんですけど、そういう中に入ってちょっと混ぜていたのかもしれません。そのプラシード・ドミンゴ、やっぱ有名になりましたよね。レコード2枚買って、これは2枚目の方です。1枚目はもうちょっと黒いのありますが、ちょっと今探せなかったのでこちらで失礼。どういう声かと思いましたが、
初めて聞いたのは1976年、かなりこっち来てからですね。失礼しました。僕喘息なんで、ね、たまにタバコの人と会っちゃうとこうなっちゃうんですよ。ごめんなさい。タバコがあの人吸ってる人のことをなんか変に思うわけじゃなくて、僕が弱いのでたまたまタバコの人の後をつけたりすれ違っちゃうとこうなっちゃうだけの話ですね。さあ、このプラシド・ドミンゴ何話すか忘れちゃったんですか。何だったっけ。そう、あのカバレリア・ルスティカーナ、この前ルスティカーナ錆びちゃったなんて言ったけど、ルスティゴ、あの田舎のって意味ですね。都会じゃない、ウルバーノじゃない、アーバンじゃない、と田舎の騎士道、つまり変な名誉をかけてっていうことで、それとパリアッチを続けて歌いましたね。続けて歌ったらベニヤミンのジーリ以来だと言われて、そういうことを聞きましたが、私は調べておりません。その時にやっぱりね、パリアッチのために、道化師のためにちょっとカバレリエル・スティカーナは貯めてたと思う。あの高いポジションで少し彼としては細めの声で歌ってました。でもまああのね、彼はスピントの人で熱い心を持っているんで、集中っていうか、ね、熱狂しちゃうとうえーってなってくるんですよ。バーダース、バーダサントッツァスキャーバナンソーノ、よしてくれ、まあ、サントッツァ俺は奴隷じゃないんだって、バーダーサントッツァスキャーバナンソーノって言ったんじゃ、合ってたかな、僕それ2回しか歌ってないんで。強い二重唱ですね。フィオレンツァコッソットとやったと思います。その時にはやっぱり地の声が出てうわーってかなり強くしてましたね。でもその後抑えて、あのマンマクエルビーノジェネローゾーっていうとこなんかも、あの最後の方になるまでは少し抑えた感じで、もう一曲あるんだぞパリアッチがという感じで、パリアッチに声を少し残した形でパリアッチを迎えました。パリアッチ見事だったですね。1回しか本番聞いてませんが、ラジオとテレビの放送、見なかった日の放送、そして再放送もやりましたので、何回も聞きました。大したものだったです。またその後にメトロポリタンで、椿姫ラトラビアータを歌った時にも非常に細めで、細めっていうか、あの上、この上の声で軽い声で歌って、まあレジェールじゃないんだけど、とてもスピントじゃなくて、まあ、リリコっていう声で、なかなかうまかったですね。ドミンゴで、彼のまあちょっと辛いところは、実は高音で苦労する、それはね、あのバリトンから来たから、シベモール、あの シのフラット、ベイというやつですね。テノールで多分一番出てきて一番勝負する音、それでは問題がないんだけど、シのナチュラル、ドイツ語でハー、イタリア語でシナトゥラーレなっちゃうと、ちょっとうー調子不調子があって、ドナトゥラーレラースペーちょっとやばいんですよ。ドアもなかなか持ってないかもしれないな。トランドット、トランドで、ダディーラーっていうところでちょっと失敗することがありましたね。まあでも、それはまあいいんだよ。スピンとはシベモンレ、ベの音をちゃんと聞かせてくれればいい。デルモナコもそうだった。シのナチュラルとかドは、それは多分あんまり持ってない。もちろん発声でこういう人は、ドとかドのシャープとか出るんですよ。だ本番はそのだんだん疲れていくから、声がね、その1曲の3分ぐらいの中での声のリカバリー状態で、そのシとかドは出せないっていうことなんです。シとドがとか本番で決まる人は、もうその1音上、1音半上、単3度上が、まあ、本当は出るという人なんですよね。さて、プラシド・ドミンゴのこと、あとは、ね、そういう立派だったっていうことを話しましたね。イタリアで聞いたのはラスカラ、スカラ座のオテッロです。もう彼が成熟してオテッロをどうだって見せた。これはね、結果的に言うと立派でした。僕はロジョーネ、高
第5回6回で2回聞いたと思います。うん、声がすっごく通ってきました。あのね、アペルトの人あーっていう人は声飛ぶんですよ。彼はもちろん皆さんご承知アペルトじゃなくてこうあーってこう声を折った黒い声ですよね。だそういう人が果たしてスカラで一番上の5階6階ですかね、常年のあたりまで飛んでくるのかと思ったら、フレイニがデズデームな、フレイニも良かったけど、フレイニよくは声が飛んできた感じがしましたね。オーケストラよく、まあ、僕は正面、路上の正面にいたわけですけど、とても声が飛んできた。わあ、結構声が飛ん、下の声だけじゃなくて上の声も、あのそれは高音はちょっとね、こう打って詰まるところはあるんですよ。最高音は弱、そんなに上がないからね。オテルロのデレーって瞬間だけシナトラでハーの音が出ますよね。まあ、そこはハーラーラーって済ましちゃうんでいい。あのヤーゴとの二重唱でララペンリガータージャーンって幕が降りてくる長いスベモールでも、まあ彼は決まりました。だもうそしたらね、あと4幕そんなに高いことないですから、あとはドラマ、あの俳優みたいなことで見めてばとかやってればいいんで、ああよかったですね。ただ人気があって、そのオテルロ、ジュゼッペ・ヴェルディの作品はね、イタリアで特にスカラで人気があるんですよ。券が買えない。そこで毎回チェックがある、あの路上ね、5階6階の券を朝早くから行ってね、並ぶんですよ。で当時は1時間に一遍エレンコって言って、あのなんていうんですか、点検があるんですよ。並んだり並んでなかったりする人がいるんで、それで1回でも並んでないとピーンピーピーンって跳ねられちゃう。お前は11時の会に来なかったから権利がないと言われちゃうんです。朝9時から並んだと思います。そして8時から開演、6時になっちゃうと、もうそれを最後にエレンコ、その天子というんですかね、なくなります。それでアムステルダムにいるアメリカ人とたまたま会って、僕も一緒に並んでいい、実はやり方分かんないからって言って、英語とイタリア語で喋りながらやりましたね。彼には美味しい食べ方を教わりましたね。パンがあってサラミがあって、そのパンとサラミを食べるわけですよ。金がないし、1時間に1遍あるから家に帰ってらんないわけですね。でパンとサラミがあって、実は玉ねぎがあるんです。でパンとサラミをパンの中にサラミを入れるんですけど、それだけじゃなんかパフパフきちゃうんですよ、肉とパンだからね。そこに玉ねぎを入れることによって新鮮に食べられるし、肉の臭みみたいなものから解放されて、余計その食欲が出る、そういう食べ方を習いました。 あとは赤ワインもしくはコーラで1時間にいっぺんの9時なんで、10時11時12時1時2時3時4時5時だが最後だったから、5時で最後ですね。それで OK、 みんないいよっつってチケットをもらったんだから、それで終わりました。それでコリンというそのアメリカ人とも一緒に、じゃあ本番見ようねっつって、ちょっと温まってねっつって、彼はドゥオーモミラノの教会で温まったかな。僕らも、あそうだ、僕らも教会で温まったんだ。教会あったかいが2月で寒い時だったですからね。ミラノは東京から寒いです。まあそんなことでした。とても良かったという話です。褒めるばっかり。あとドミンゴのことはどうやら話で。さ、ドミンゴの批判的なことを言うと、僕じゃなくてイタリアの評論にはこう書いてあります。ドミンゴの歌はスーパーメルカート、スーパーと同じだ。コンビニじゃないですよ。でかいスーパー。何でもあるが缶詰の企画品だ。こういうことをイタリアのある評論家、名前言いませんけど書いてました。そういえば、まあそうね、全部がドミンゴ武士って言い方は好きじゃないけど、ドミンゴの味かな。僕が一番感じるのはそういうことじゃなくて、何でも歌えるのは素晴らしいけれども、ベリズムオペラのようになっちゃう。例えばウェルテルを歌ったとします。
心こわめればいい。歌うのに彼はね、ベルズモみたくエネルギーがありすぎる。心こわめればいいってなんかね、最初からね、圧力が強すぎるんで彼の弟子のウィラッソンっていう人もそうで、おそすよディープラントン、あ、春の息吹よっていうのに、ポカメベイエーって出したと、おしゃーフィアって変なフォルテのまんまで春風よーってうなっちゃうのに、なんかヤクザみたくね、ヤクザには申し訳ないか、それがちょっとまあ、ドミンゴはそこまでじゃないんですけど、ポカメラベイヤーって決まって、おーそうってやっぱりね、このねドラマ自体、そこは悲しい、もうちょっとね繊細に歌ってよっていうところを、ベリズモ、あの人を殺す殺されるっていうパリアチカバリレルスティカラ、それを思わせる歌を歌っちゃう。もうちょっといつかはあの椿姫でニューヨークでうまく歌ったんだから、もうちょっと抜いてくれれば、アリア州だとやっぱり指揮者がいないからあれになっちゃうかね、指揮者っていうかオペラプロダクションじゃないから字が出ちゃうのかもしれないな。声が出るのはいいことだけど、あるところではその出る声をちょっと抑えないといい味が出ないっていうのをかなりイタリアで私習いましたね。まあネロ・サンティ、好きでね、いい歌手でうまく歌いましたね。一時期を過ごした歌手、今僕が最後に聞いたのは2008年か7年かでミラルダ・フレーニとプラシッド・ドミンゴが来て NHK ホールで、久しぶりに NHK ホールに行きました。3階に座りました。椅子がこんな小さいのかと思いました、幅がね。まあちょっとテノールの最後だったんですけど、まあまあうまく歌ったんですけど、全部終わった後にあのカメラの撮り直しがあって、何回もある場所、何回も何回もいろんなとこ歌ってましたね。フレーニはあのアドリアン・ルクブレルの最後のあのデーモーラーっていうのを2回ぐらいやり直したし、彼はルシードのオーソーバーガーンっていうのはターセリマジェシバモラティーララーラ、短くこう8分音符であのシベモレ、ベイにくっつくところがなんかうまく出なかったみたい。まあでも半音下げてたように私は感じましたけど、どうですかね。まあそれ以降は彼はバリトンになってしまった。まあ取り直しとかね、結構海外の人はありです。取り直しも面白いのに、お客さんはもう時間で帰るっていうことで、半分以上いなくなっちゃいましたね。面白かったんですけどね。あそこが気になってるのか、僕ら客にとってはそこは問題なかったけどな。トニーはってドートに来たりカリカリして気になっていたのかなと思いましたね。そういうわけで彼を聞いた中で一番良かったのはやっぱりスカラ、1986年2月、87年2月かな、オテルロでした。ミラリダ・フレイン、それから最初はイアゴはレナート・ブルゾンだったんですね。レナート・ブルゾン、レナート・ブルゾン、ちょっとこう非常にノービレ、高貴な声なんですけど、おー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 って全部きれいに折ってて、ヤーゴとしての悪さがないかなと思いました。ところがですね、カルロス・クライバージュニアだったんですけど、指揮者が一幕終わったところで、二幕だったかな、後で聞いたんですけどテレビのインタビューで、カルロス・クライバーが終わってすぐに下のオケピットから上がってきて、舞台に上がってきて、レナート・ブルーゾーに非常に卑猥っていうか、なんだお前だってこちゃっていうことを言われたので、という理由でレナート・ブルゾン降りてしまいました。降りてしまって、次はピエロ・カプッチリという人になって僕は聞きました。
ヤーゴはカプチーリのがいいかもしれない。カプチーリはもともとテノールらしかったみたいで、声がふわーってこう外に出すんですね。だから、笑う、たたたてたた笑うところがハッ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 って、レナート・ブルースはホッホッホッって笑う人ですから、ヤーゴにとってはカプチーリの方が音量があったかもしれませんね、うん、と僕らは言ってました。これはピエロ・カプチーリで良かったかもしれないねというような感じです。でもそのカプチーリもあのベローナから帰る時だったか、交通事故に遭ってマリオ・デル・モーナクのように外に放り投げられた、まあ、なんとかベルトしてなかったんですね。それで生き残ったけど、晩年僕の知り合いのソプラノ、イタリアソプラノ、イタリア人のソプラノ歌手が歌ったけど、まあただの老人だったっていうことを聞いて、あんだけすごかったカプチーリの、歌もそうなっちゃったのか、晩年は舞台でちょっと普通の老人の歌手みたいだったわよ、あれが偉大な歌手っていうふうには私は感じなかった、私本番見てないからって、そうだろうそうだろう、シモーネ・ボッカネーグラでも1976年、すごい声を聞きましたのでね、というようなことでいろいろありましたが、プラシド・ドミンゴの思い出を喋らせていただきました。